分を偉い、優しいと褒めてあげていますか？3度よみがえり3000万円の自己投資をする人生学校があなたの時間と金をドカンと節約します。今回は斉藤一人成功は愛が9割斉藤一人芝村恵美子著の究極のまとめです。まず最初に言わせてください。この本わかりやすい。この動画を最後まで見ることで豊かな道に乗ってそこから一生それずに歩いていくことができるようになるはずです。ひとりさんに聞きたいと思う質問が満載ですので、ひとりさんファンの人は手に取って読まれることをおすすめします。それでは目次行きましょう。1、楽しい方へ行く、ひたすらその連続だよ。2、自分褒めはナルシストでもうぬぼれでもない。3、LINE で友達削除する勇気を出すには。4、動かないのも立派な選択だよ。5、楽しく仕事をする、それがひとりさんの資産運用。6、早起きしようと昼に起きようといいことがあるよ。7、物を大事にするのは貧乏症じゃないんです。それでは本題行きましょう。1、楽しい方へ行く、ひたすらその連続だよ。こんな質問がひとりさんにありました。時代の波にうまく乗れるような心構えやヒントがあれば教えてください。ひとりさんは答えます。ひとりさんはひたすら毎日が楽しい方へ楽しい方へ行くだけ、その繰り返しです。だって楽しい方へ行けば間違いなく成功すると思っているし、実際今までもそういう生き方で成功し続けてきたからね。これからもそれを信じて今までと同じように生きるだけです。という意味では時代に関係なくいつだって楽しむ心を持っているのが時代の波に乗って成功する秘訣になるかもしれないね。2、自分褒めはナルシストでもうぬぼれでもない。ひとりさんにこんな質問がありました。人生を変えたいと思い、自分のエネルギーが上がるような生き方をしてるつもりです。にもかかわらず、思うような人生が手に入らないのはなぜでしょうか？ひとりさんは答えます。エネルギーを変えようと思ったら、まず自分を褒めなきゃダメだよ。自分を否定しながらエネルギーは上がらないからね。思うような人生にしたかったら、自分の欠点をこれはいい個性だなって認めてあげること。それができなきゃいつまで経っても人生は変わりません。まずは自分から。で、自分を褒められるようになれば、たちまちエネルギーって変わっちゃうんです。驚くほど簡単にエネルギーが上がるからやってみな。みんな自分のことを褒めちゃいけないと思い込んでるんだよね。自分を褒めるのはナルシストだとかうぬぼれだとか言って褒めないでいる。日本では遠慮深いのがいいとか自分を卑下して相手を立てるのがいいとされてきたせいだと思うんだけど、でもひとりさんに言わせると、自分褒めってこれだけは絶対に身につけておきなっていう人生のサバイバル術みたいなものなんです。すごく大事なことなの。3、LINE で友達削除する勇気を出すには。こんな質問がひとりさんにありました。縁を切りたい友人と LINE でつながっています。 LINE 上でも友達を辞めたいのですが、そうすると相手に友達を辞めたことがわかるため気が引けます。こういう場合はどうしたらいいですか？ひとりさんは答えます。それでも縁を切ることだね。LINE で繋がってるのも嫌と悩んだ時点で、あなたは相手のことが好きじゃないんです。その人とあなたは相性が悪いの。何度も言うけど、相性の悪い人と無理に付き合っても幸せになれません。嫌われる勇気を持つことだよ。それとね、この世は不思議なもので、気の合わない人とダラダラ繋がることをやめると、パッと気の合う人が出てくるものなんです。今はあなたの器がいっぱいだから出てこないだけで、嫌な人との縁を切っちゃえばあなたの器にゆとりができる。そうすると自然にいい人が出てくるよ。嫌な人と付き合うのをやめると気持ちがすっきりして軽やかになるし、あなたと気の合ういい人も出てくる。いいことずくめなんだ。4、動かないのも立派な選択だよ。こんな質問がひとりさんにありました。どうせ後悔するなら行動せずに後悔するより、行動して後悔する方がいいと言われます。これは本当でしょうか？ひとりさんは答えます。こういうことはあまり人の意見を聞いても意味がないです。自分の気持ちが伴わなきゃ、いくらやって後悔した方がいいよっ
って人に言われても結局動かないまま終わるだけだからね。それにもし行動したとしても人に言われて動いたことって失敗したら人のせいにしたくなるの。本当に自分のしたいことなら後悔するとかしないとか周りが賛成するとか反対するとか関係ない。勝手に動いちゃうものだよね。とひとりさんは思います。でもね、なぜか行動することがためらわれる時ってあるんです。悩んで動けないことがある。そういう時は行動しない方がいいんだよね。虫の知らせなの。迂闊に行動すると大変な借金を抱えることになるとか、人に迷惑をかけるとか、何か動かない方がいい理由があるからだよ。行動したい時は自分の気持ちに従って動けばいい。だけど悩んだ時は動かないのもまた立派な選択です。あなたの思った通りに生きるのが今のあなたにとっての正解なんだ。5、楽しく仕事をする。それがひとりさんの資産運用。ひとりさんにこんな質問もありました。お金がある程度貯まってきたので資産運用をしたいと考えています。ひとりさんのおすすめの資産運用法などはありますか？もしあればその理由も教えてください。ひとりさんは答えます。私はね、仕事はゲームみたいで楽しいからじゃんじゃんバリバリするのですが、お金に対しては仕事で頑張った得点みたいな感覚なんです。仕事でどれくらい皆さんの役に立てたか、喜んでもらえたかというのがわかるから、お金を受け取ることが楽しい。だから通帳の数字が増えさえすればいいという考えはないんだよね。というちょっと変わった人なので、資産運用はしたことがないの。納税日本一なのに資産運用をしていないんですかって嘘じゃないんです。本当によく知らない。そもそもひとりさんの思う資産運用は、みんなとは定義が違っていて、私は楽しく仕事をすることこそが資産運用だと思っています。あとね、他の人にお金を託すくらいだったら自分に任せたい。だってひとりさんが一番信用しているのは自分だから。それとこれは基本的なことなんだけど、どんな風に資産運用するかはそれぞれの事情に合わせて自分で考えるしかないんです。資産運用について人に聞くから失敗するんだよね。自分の思う通りにして失敗した場合はその失敗だって勉強になるの。だから短期的には損をしたように見えても長い目で見ると資産を増やすことにもつながりやすい。その点、人の言うことばかり聞いていたらいつまで経っても勉強にならないし自分の身にならない。それで損をしたら人のせいにして終わりなんだよね。まあ人の言うことを聞いちゃダメっていうことは学べるだろうけど、こういうことを大前提に、大切なお金はどうしたらいいか、自分でよく考えてみてください。6、早起きしようと昼に起きようといいことがあるよ。本の中にこんな質問がありました。昔から早起きは三文の徳と言われるように、やはり早起きをして出かけるといいことがたくさんありますか？ひとりさんは答えます。これは人によって違うと思います。いつも早起きをしている人は、早起きをするといいことがあるよって早起きを勧めるの。だけど世の中には夜働いてる人だってたくさんいるんです。夜働いてるから早起きはできない。じゃあそういう人はいいことがないのかっていうと、夜はパート代が高かったりしていいことがあるんだよね。いいことって人によって違うから、こういうことは一概に言えないの。あなたが早起きが得意なら、早起きは三文の徳だと思って早起きをしたらいい。でも早起きが苦手な人にそれを押し付ける必要はないし、早起きができない人にもいいことはある。何でも自分に都合よく受け取って自分に都合よく生きたらいいんだよ。それが一番いいことが得られる道だと思います。7、物を大事にするのは貧乏症じゃないんです。ひとりさんにこんな質問もありました。私は貧乏症で物が捨てられません。また質よりも値段が気になり、安いものばかり買う癖があります。もっと豊かになるにはこの貧乏症を治した方がいいでしょうか？ひとりさんは答えます。ひとりさんの話をすると、自分の気に入ったものは値段に関係なく大切にするんです。100円ショップで買ったものだろうと、
1万円するものだろうと、気に入ったものは大事にして何年でも使う。高いという理由だけでいいものだとは思わないし、いくら安くても気に入らないものは買いません。だけど安くてもいいものはいっぱいあるんだよね。そういう感覚の私からすると、物が捨てられないことの何が悪いのかよくわからないんです。むしろそれは褒めるところじゃないかな。物が捨てられないのは物を大事にしている証拠だよ。なのになぜそんなに自分にダメ出しするんだい？物が捨てられないのは貧乏症とは関係ありません。自分を貧乏症だと決めつけて悪く言うより、私は物を大事にする。優しい性格だなぁ。で、自分を認めてあげな。褒めてあげな。あなたが豊かになれないのは、安いものを買うせいでもないし、物を捨てられないせいでもない。自分を褒めてないからだよ。自分を偉いなぁ、優しいなぁって肯定してあげてください。そうすれば、間違いなく豊かな道へ進めるよ。今回、ひとりさんへの質問とひとりさんからの回答について、ごく一部をご紹介させていただきました。ひとりさんの言葉って本当に愛がありますよね。斉藤ひとり、成功は愛が9割。いかがでしたか？この本には、この他にも、辛いニュースは途中からでも見るのをやめな、や、上司だって間違うことはあるよ、など、役に立つ内容が盛りだくさん書かれています。少しでも興味のある方は、迷わず手に取って読まれることをお勧めします。そして人生学校 LINE では潜在意識を解放して今までできなかったことができるようになるためのさらなるお得情報をたまーに配信予定ですので登録して楽しみにお待ちくださいね。人生学校 LINE のリンクは説明欄とコメント欄に入れておきますね。高評価、低評価、感想などコメントいただけると嬉しいです。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは自分を褒めてあげることで豊かな道を歩くことができるように必ずなります。動画を見ても本を読んでもなかなか実践ができないんだよな、またはこれからもしっかり実践継続したいというあなたのために、斉藤ひとり成功は愛が9割、さらなる人生学校的超実践編を別にご用意してみました。名誉メンバー限定でお届けします。さらに人生学校本人が授業の結果が出ない、将来の不安がなくならない、お金の心配がなくならないなど、過去の人生で何度もつまずき、それを克服するために3000万円以上自己投資をして学んだ使える方法のみを厳選して名誉メンバー内で一挙公開中です。本1冊分の値段でただいますべての有料動画160本以上を1ヶ月間ご視聴いただけますよ。めちゃめちゃお得ですので、ピンときた人は今のうちの参加をおすすめします。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。